今年花芽をつけた胡蝶蘭のうち、だいたい半分ぐらいが咲いてきました。今日は白いお花の見比べをやってみようと思います。色付きのお花に比べると、白花っていうのは白花として一括りにされてしまいがちなんですけれども、いろいろな花を比べるとそれぞれに個性があるということがよくわかります。まずはこの子、我が家で咲いている白花の胡蝶蘭のうち一番小さな子です。お花の大きさは 4.5 センチぐらいですね。今日はお花のお顔の見比べをしようと思っているんですけれども、見比べていって特徴があるのは花びらの形、そしてリップの色、そして花びらの形にはですね、どのように沿ってくるかっていうのもお花の印象を決める上ですごく大きいと思うんですね。この子は比較的花びらがすぼまっている方です。花びらが前側に向かってカーブしているっていうことですね。では次、こちらはアマビリスです。早速ですけれども、さっきのお花とはだいぶお顔が違いますよね。一番すぐわかるのはリップの色。アマビリスはリップの色がですね、すごく淡いですね。紫の入り方も少しですし、黄色もとっても薄いんですよ。さっきのお花がこちら、リップの中の赤い斑点の入り方や黄色の濃さが全然違うの分かっていただけますでしょうか。あとアマビリスの花びらの形は結構全体的に丸いですね。ちなみに我が家のアマビリス、お花の大きさはだいたい7センチぐらいです。はい、続いてこの子、この子もお花屋さんからレスキューした白花ちゃんなんですけれども、アマビリスの後でこの子を見るとリップの色がとっても濃いなっていう印象ですよね。この子はアマビリスより少し大きくて、7.5 センチ、8センチ弱というところでしょうか。最初にまず3株見たんですけど、これだけでもなんかだいぶ違うんだなっていうのを分かっていただけましたか。そして次ですけれども、この子は、白花に赤リップ、我が家では株分けをした胡蝶蘭の動画のシリーズで、ご存知いただいている方も多いと思うんですけれども、白花に赤リップの大輪の胡蝶蘭です。赤リップなら白花じゃないじゃんって、思われる方いるかもしれないんですけれども、この白花に赤リップというお花はセミアルバという、分類をされるそうで、あくまでも白花のうちのリップが赤というふうに区別されるお花です。花びらの形で見ると大きいというのが最初にきますね。それとこの横の花びらのこの上下の角といいますかね、ここのエッジが結構立ってる方なんですよ。アマビリスなんかはここがもうちょっと丸いんですよね。ちょっと最初の株に戻ってこの子をご覧ください。この子は上のライン、逆ハの字になってますよね。それと比べてもらうと、さっきのお花に比べると縦のラインがまっすぐに近い印象になります。ではもう少し他の株も見ていきましょう。
この子はですね、メルカリで10株買った時の子なんですね。で、買った時には中輪だということで聞いていたんですが、前回の動画で、お伝えした通り、咲いてみたら中輪ではなかったということをお知らせした株ですね。このお花しっかり開ききっていますけれども、お花の大きさがだいたい13センチに近いほどまで開きました。はい、立派な大輪ですね。で、このお花、先ほどまでのお花とまたさらにですね、違う特徴的な部分があるんですけれども、それがですね、この左右の花びらに現れているこの横線なんですよ。大輪であればどれにでもというわけではなくって、この紫のお花には横の線が現れるという感じではないですね。はい、そしてこちらは我が家にずっとある大輪の白のコチョウランです。こちらも横の線が結構はっきり出ているんですね。まあ、線が入るというわけではなくって、ここが一旦隆起してるというような感じになってるんですけどね。横から見るとこんな感じで、この花びらの広がり方もですね、この白の大輪なんかは真横に綺麗に開ききっていますね。横から見るともう真っ平らになるような感じで花びらが開いて咲いています。大輪であればみんなそうなるかというわけではなくって、小さいコチョウランたちは花びらが前にすぼまるような形で咲くものもとても多いんですけども、この子はですね、逆に開ききって後ろに反っています。後ろ側に反っているのが分かりますかね。はい、で白花に戻ってまいりましたけれども、この辺のコチョウランはすごくたくさんの品種改良をされて流通をしているんですね。そしてでそれぞれのお花の色によって持つ雰囲気で演出したい空間っていうのが違うわけですから、それぞれのお花にやはり、持たされた使命があるわけですけれども、私がこの白花に持つ印象はですね、フォーマルです。お悔やみの場所にも用いられるぐらいの白のコチョウランですので、凛とした佇まいというのがですね、この白の大輪の特徴だろうと思います。あ、もちろん白の大輪って一言に言っても品種は、とてもたくさんあるようですので、白の大輪と一括りにしてしまうのも安易なんですけれども、さっき観察してもらったように、この花びらの横のラインがですね、この花の作りに対して真横に走っているんですよね。お洋服の TPO で考えた時にですね、直線を感じられる、または左右対称であるということは、よりフォーマルな場所に用いられることが多いですよね。でその雰囲気っていうのは、小さめのコチョウランより、大輪の方が私は強く求められているからでしょうか。こういった、お花の形に品種改良されて今に至っているんだなぁと思っています。そのよりフォーマルな雰囲気を出すためには、もちろんこのお花が持つ形状の特徴、これはもちろんなんですけれども、加えて仕立てももちろんすごく大事ですよね。せっかく咲いたお花でも花の向きがあっちこっち向いてとっちらかっている場合っていうのは、やはり整然とした雰囲気が出ませんけれども、お花の向きが揃って綺麗に咲いている姿っていうのは凛とした雰囲気を感じることができます。コチョウランの生産者さんはやはりしっかりと支柱を立て、お花の向きが揃うように光の向きなんかも
すごく工夫されて綺麗に咲き揃った胡蝶蘭を作ってらっしゃいますけれども、とめちゃくちゃ大変なことなんですよね。やはり輪数が多くて綺麗に咲き揃っている胡蝶蘭、そこまでするのにすごく手間がかかりますから、まあ、そうして売られている胡蝶蘭が非常に高価なことにも頷けます。胡蝶蘭どれもとっても美しいんですけどね、もうそれぞれのお花が持つ雰囲気っていうのは本当に違いますね。はい、ということで今日は、我が家の開花したお花のうち白花の見比べをやってみました。皆さんはどんな白花がお好きでしょうか。白花と一括りにしてつまらないと思わずですね、できたらその株ごとの美しさをよくよく観察して気づいてあげてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。